日本語コンテッペイ第3回日本語学習について。はい、今日も始まりました日本語コンテッペイですね。テッペイっていうのはね、僕の名前ですね。これ変な名前じゃないですね。よくあるというのもあれだけど、まあ珍しい名前じゃないですね。なんかよく、海外にいるとこう台北とかね、いや台北は台湾のね、台湾の都市だよみたいな、ね、感じですけど、台北じゃないですね、テッペイです。まあよくあるってわけじゃないから、別に変な名前じゃないですよ。本当に日本人のね名前ですよ。日本人だったらもう 100%日本の方ですねという名前ですよ。まあ日本ではいろいろ名前ありますからね。最近はちょっと読めない名前、漢字が難しかったりね、このちょっとこうキャラクター、アニメのキャラクターっぽかったりね、まあ、キラキラネームとか言いますけど、でもまあ個人的には名前は、日本人の名前は本当変わってきてるので、例えばですね、こっちにいると昔から、まあ、スペインにいると昔から本当に変わってない名前っていうのがたくさんあるんですね。例えばヘスースとかね、もうジーサスって言われるね、ヘスースとか、マリアとかもそうでしょ。もうど何千年使ってんのっていう名前ですよね。あとは何、なんかパウルとか、パウルね、パウルね、ポールとかね、もうすごい古い名前ですよね。まあ英語圏もそうですね。本当に長い期間もう何千年って使ってる名前がやっぱヨーロッパの名前は多いですよね。それに比べて日本の名前ですね、鉄平ってどんぐらいかな。まあでも多分長くて 100年もないんじゃないですかね。50年ぐらいその前はあんのかな。で太郎とか言いますね、太郎とか。でも太郎だって1000年とかはないでしょう多分。あとは何がある、日本の有名な名前とかあります。例えば春樹村上とかだって多分50年もない。 50年もあるかね。春樹村上50歳じゃない、60歳ぐらい、65歳、なんでまあそれぐらいありますよね。でも多分100年はないんじゃないですかね。というわけで日本の名前100年あんのかな、ちょっと分かんないです。でも、まあ、多分ないですね。多分その何 ?2000 年とかはある名前。例えば卑弥呼とかね。卑弥呼って分かりますか、邪馬台国っていうね、昔日本にあったと言われている、まだ実はねそれちょっと分かんないんですよね。どこ特に あったというのは、あったのかな。ただどこにあったかっていうのがね、いろいろ説がありまして、九州にあったとか、その邪馬台国という王朝ですね、キングダムですね、その邪馬台国という国が、どこにあったのか、まあそれが何千年前か、何千年前の話かというのはちょっとこう、まあいろいろそれも説がありまして、諸説いろいろありましてちょっとわからない、あとは僕の無知なところもありましてちょっとわからないね。まあなんか日本語を教えるというと全て知らないといけないみたいな、こう日本のことについて全て知っとかなきゃいけないとか、ちょっと脅迫観念があるんですけど、そんな無理です、ね。僕のスペイン人の先生にスペインのことを聞いても、まあ、例えば僕が今住んでるカタルーニャですね、ことを聞いても、カタルーニャのことを知ってるガリシア人なんかはやっぱり少ないだろうし、カタルーニャのことを知ってる、アンダルシアの人とか少ないわけですよ。やっぱり自分のこう地域のことね、まあ、知ってても同じ国としてもなかなかこう、あとはその歴史が好きな人は歴史に詳しいだろうし、地理に詳しい人は地理に詳しいだろう、地理が好きな人は地理に詳しいだろうし、でもなんかスペイン人でもサッカーのことを全然話す、分からない人とかいっぱいいるんですね。それと同じように僕も日本のことって言っても、まあ、詳しいジャンルもありますよ、もちろん、ね、例えば何ですかね、日本の、まあ、普通の人の普通の生活、ね、例えばそれ難しいな、でもなんか普通の感覚はね、僕は結構普通っていうのもあれだけど、まあ、いろんな人と会っていろんな話を、聞いた経験が
まあ、今でもそうですけど、 人と話して、いろんな人にね、いろんな話を聞くのが好きなので、まあ結構そういう偏ってないね考え方、いろんな人がいるっていうのは僕は結構長所だと思いますね。先生としてその「源氏物語」とかね、ちょっと読んだことないですけど、でも例えば、日本でね、まあこう日本のニュースでこういうニュースを見たんですけど、みんなそうですかみたいなね、よくそういうことありますよね。例えばなんか、まあ、いろいろ政治的なこととかね、いろいろありますから。でも僕が言いたいのはやっぱりそういう人もいます。ただほとんどの人は、そうじゃない、そうじゃないというのもあれだけど、まあ、いろんな考えの人がいて、まあ、この考えの人はこういう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 ね、こういう考え方があって、おそらくで、まあ、こういう人はこう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 で、まあ、説明できますよね。なんで、まあ、偏った考え方、それを押し付けたり、そういうことは僕はしたくないかなと思うんですね。先生としてね、やっぱ先生として、生徒と一緒に、日本学習者と一緒に、考えていきたい。で、あんまりその個人的なね、心情とか、ね、なんか思想とか、そういうのを押し付けたりするのは僕はあんまりいい先生とは思わないですね。だってこれはやっぱ言葉の勉強をねしたいわけで、なんかその押し付けっていうのはね、僕はあんまり好きじゃない、ね、ただやっぱりこう意見を交わす、ね、いろんな意見を言い合うことは大事です。だからいろんな人のいろんな意見を聞いて、受け入れて、あ、この人はこうなんだなと、ね、あ、こういう人が、いるんだなと、うん、でも僕はそうは思わないけど、それは全然自由ですね。よく日本人は議論が苦手とかね言います。確かにその通り、ね、日本人が、なんかこう議論するのが、なんかいろんな違う意見を言う人と話すのが苦手な人は多いですね。なんでかというと、なんかこう悪い気がするんでしょうね。なんかこう、なんか僕はそうは思わないってね、日本、なんか英語とかスペイン語だと出てくるようなね、 I don't think so とかね、なんかそういうフレーズがこう日本語だとちょっと、なんか強く聞こえるんですね。なんで僕はそうは思わないよみたいな、なかなか言いづらい、言いづらいし、まあ、言う人も少ないね。あ、そうだよね、でもみたいなね、なんかこうもごもごするんですね。なんかそういうのがこうヨーロッパ人とかにとってはなんかこう、ね、なんかこうイライラするっていうね、日本人なんかこうはっきりしない。まあ、でもそういうのもこうはっきりしない文化としてね認めていくって。でもただ僕の場合は、例えば生徒さんが先生僕はこう思いますとか、こうは思いません、僕はそれは面白いと思う、ね、なんで例えば僕に日本語を教えて、日本語を学ぶ生徒さんはいろいろ何でも言ってくださいね、何でも言っていいと思います、ね、僕はそう思わない、ね、僕はそう思う。なんでかっていうと、バラバラバラとね、ああそうなんだ、ああそうですね、まあ分かりますね、と、まあまあいろいろそこから話が膨らむこともあるだろうし、ね、とにかく、日本語学習、今日は日本語学習について話そうということで、日本語学習っていうと、例えば日本語ポッドキャストとか言うと、本当によくあるフレーズとか、この動詞ね、いい形容詞、な形容詞とかね、動詞でもなんか第一第二いろいろあります。で、日本人でも知らないような文法がたくさんあるんですね、教科書の中で。じゃあそういうのを話していくポッドキャスト、まあありますたくさん、はい、でも僕はあんまりやりたくないっていうか、多分やらない。なぜかというと、なんかそういうふうに、勉強するアプローチもあってもいいと思うけど、そうじゃないアプローチもあっていいと思うんですね。この間から何度も僕が言ってるように、何度も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 こういう日本語を聞くことによって、その言葉を聞くことによって、自然と、なんかこう自分の中で組み立てられる文法っていうのがあるんですね。で、そういうの方が、そういうやり方の方が絶対に後々、自然にこう言葉が出てくることにつながるんですね。なので、まあなんかこう携帯的にですね、しっかり教科書みたいに説明してほしい、ね、この意味はこうとか、ね、翻訳してこの意味はこう、この意味はこう、この意味はこう、そういう風に勉強したいという気持ちは分かります。っていうのはやっぱ小学校中学校高校ってね、学校ではそういう風に教える。ただ学校でそういう風に教えて
どこの国のどんな人たちもなんかこう英語とかいろいろ大変なわけですよ。喋れないわけですよ。だからそれを日本語ではしたくないんですよね。で、僕がスペイン語とか英語を勉強したように皆さんにも日本語を勉強してほしい。で、勉強の仕方は簡単、簡単というかまあシンプルですね。これを聞くだけ、聞き続けて、ね、いつも僕は同じような内容を話してます。いつもこう同じ、どうやって勉強するか、どうやってモチベーションを保つとか、そういうのを日本語で聞いて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 、まあ機会があったら話す。話す機会がなかったら聞いて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 、とにかく聞くんですね。とにかく聞いて聞いて、今日も仕事に行く途中、学校に行く途中、家でも外でもどこでも聞いてください。僕はいつも一緒にいます。それでは。